3、2、1、じゃあ顔を上げてください。はい、どうも、北の内ひさちのフェルトです。ハルくんです。今日はですね、実はこの後後輩ちゃんが久しぶりにうわ来て動画を撮るんですけど、あるドッキリを仕掛けたいなと思います。今回やるドッキリは、はい、まずはこれを見てほしい。やめてくれよこれ。まあ YouTuber といったらこれみたいなとこあるんですけど、ありますね、ゴキブリのおもちゃ。ちょ、なんとこれ100匹やばい。まあというわけで、まあ、今回はある偽企画をやってる中で、例えばなんか目をつぶってもらったりうつ伏せやってもらったりして、ゴキブリを100匹かけるだけっていう、ただ単純なドッキリなんですよ。後輩ちゃんの頭の上にゴキブリ100匹をかけたら一体どんな反応するのかっていうドッキリ。大丈夫これ。こんばんは、北の内たちのフェルトとハルくんとミネです。手慣れてきましたね。いいね、させてきた。今回やっていくのは、はい、催眠術。それ一般人でもね、かけれるのかっていうの、本当に忘れる。そう、で今回それをやっていきたいと思います。あれ、ちんちんやばい。じゃあ気を取り直して、はい、リクエストだったので、はい、やっていきたいと思いますちょっと遅れるんですけどまずそのうつ伏せ、こう完全に自分の世界に入ってもらいます。まずは、はいはい、でそこから1分僕は測るので、1分間自分が草原にいる姿を思い浮かべます。草原ね。そう、ひたっぴろい草原の中で自分が仰向けになって眠ってる姿をイメージしてもらいます。ちゃんと閉じてくださいよ。ほんとにねえんだよ。20秒経過。ちゃんと思い浮かべてくださいね。5、4、3、2、1、じゃあ顔を上げてください。あああ帰る帰る帰る帰っちゃう。ドッキブリ、ドッキリ、大成功。もう偽物だって。無理、本当に言うの。まあ一旦席に戻ってもらって。え、もうない、もうない、ほら。え、なんかさ。いや、もうない。動物的なさ。はい。ね。はい。あいた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 。ちょ、俺も嫌なんだけど、寝るときに会ったら。やりすぎる、これ。そう、もうやりましょう。本当にそう。今なんか踏んでる。うるさいって。実はね、一匹だけ本物がいるんですよ。その本物が今どこにいるかというと、まあね、実は行けなかったんだけどね、この中にガチのやつが一匹だけいる。え、無理無理無理。何？ガチのやつが一匹だけいる。気づかなかったと思うんだけど。あ、なんか私が見たよ。もう無理無理無理。いないって。無理でしょ、だって。無理だよ、無理だよ、全然無理だよ、全然無理だよ。これ偽物だもん、ほら。重力がすごい。本当にやだ、触るな。サワサワしてる。そこは触るな。こわー、あいつ。どうでしたか、ボギビ。ごめんね、本当に。あー、2ヶ月ぐらい顔見たくないです。いや、というわけで、今回は後輩の女の子の頭上にボギビ100匹落としてみたらどうなるかでした。予想以上のリアクションでしたね。信頼感をね、犠牲にしてね。